ジョージ・ディクソンを編集中、ジョージ・ディクソンは、カナダのバスコシア出身の元プロボクサー。世界フェザー級、およびバンタム級を制した二階級制覇者。工房を兼ね備えた、名王者で、フェザー、バンタム両級の初代世界王者とする指揮者もある。黒人の血を引く褐色の肌から、リトルチョコレートのあだ名があった。1888年5月10日、米国で、 世界バンタム級王者を自称していたトミー・ケリーと9回を戦って引き分けた後、1890年6月27日、英国公認世界王者ナンク・ウォーレスを18回以降に破り、世界バンタム級王者と認められる。体重増加により、王座を返上、階級を上げ、1891年3月31日、カルマッカーシーを22回で越し、 米国公認世界フェザー級王者となった後、同年7月28日、英国公認王者、エイブ・ウィリスを5回で、故、世界フェザー級王者と認められた。この王座は、競合ヤング・グリホラを相手に6度防衛したが、1897年10月4日、ソリー・スミスに20回判定負けで王座を手放す。しかし1898年11月11日、 スミスからタイトルを奪ったデイブ・サリバンに10回、反則が致し、王座に返り咲いた。その後は8度の防衛に、成功、際立った、強さを見せつけたが、1900年1月9日、テリブル・テリー・マクガバンに8回越され、タイトルを失った。その生涯で、約800戦を戦ったとも言われるが、リングの外では不貧困で、気づいた財産も散在、困窮のうちによう去った。 163戦71勝30敗56、引き分け6部講試合。ありがとうございます。